皆様こんにちは。政治アンターテイメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大12月17日に関西テレビフジテレビ系訳あり人の駆け込み寺で,で放送された夜逃げ屋の密着 VTR が話題になっている。 番組では近所に住む男性から暴力を振るわれる一家を特集。この一家は、小額の金銭トラブルから付け込まれてしまい、毎月親の年金や息子の給料を奪われてしまい、生活が困窮。付きまとい行為や圧倒的な暴力により反抗できないよう洗脳させ、これまでに300万円以上の現金を奪われてしまったという。 分けあり人の駆け子、男の支配から逃れるため番組に助けを求めてきた息子に密着。夜逃げの手伝いをする、夜逃げ屋が一家を救うため、大規模な深夜の夜逃げを手助けするという内容が放送され、この壮絶すぎる内容に、ネットでは、あまりに壮絶すぎる、夜逃げって本当にあるんだといった声が多く寄せられ、その一方、 地上波で流れるにはあまりに衝撃的な内容だったためか、見ていて胸くそが悪い、被害者が何も悪くないのに夜逃げするのっておかしくないといった声も相次いだ。被害者側は暴力を受けた挙句、金銭も要求されていることから、これはバラエティでなく、報道で扱った方がいいのではといった声の本当は警察が対応するべきなのに、 テレビで話題にするために夜逃げを選択したのではなど、演出や番組の姿勢に対して疑問の声もあった。この事件は少し対応を間違えれば、家族が殺されてしまったり、自殺を選ぶかもしれない大きな問題である。結果、番組のカメラは夜逃げ屋と協力し、脳梗塞をわず90歳を超える母親を含む3人家族を無事に移動させたのだが、 その後の法的な反撃に関しては特に触れられずに番組は終わってしまった。訳あり人の駆け込みでストーカー女性や DV 妻から逃げるための最終手段として夜逃げ屋に密着してきた。しかし今回のケースは多額の金銭的被害もやはり夜逃げだけでは何も解決できないような大きな事件だったためネットでは放送内容に関して 賛否両論という事態になってしまったようだ。